皆さんこんにちは、ミリです。今回の動画はアクスタケースを作る作業動画です。マニアのツアーグッズの阿部くんのアクスタの持ち運び用のケースをいい加減作ろうと思って動画にしてみました。が私流のやり方なので、まあ、参考になればなと思って、残しております。高い祝いのグッズのアクリルキーホルダーを持ってたんですけど、細長いロゴが書いてあるキーホルダーだったんですけど、それをですね、使ってる時にポッキーを折ってしまって、それからこれアクスタ系のやつを使うのは結構トラウマなんですよね。キーホルダーも売ってなくて、結構ソフトケースに入れて持ち運んでる人いると思うんですけど、私も怖くてソフトケースに入れれなくて、こういう風なのをちゃんと買って入れてます。私が買ってるのはこれです。エリアさんのマイコレシリーズのアクスタケースエバーシート付きというものです。手作りケースで持ち運び、可愛くデコって自分だけの推しにしようということで出しますね。裏面に作り方が載っていますので、今までの私のやり方で作り方の通りにやってみます。まず私はですね、こういう風にエバーシートが2枚あるんですよね。2枚重なって入ってます。で、1枚目上ですね、1枚目はこのアクスタのサイズに切る。1枚目と2枚目を重ねた時にこの台座のところが見えるように、1枚目と2枚目は台座、1枚目は本人のアクスタだけっていう切り方でやってます。まあ袋から出してないんだよね。こういう袋とかも捨てられない人ですよね。これを取っときます。まず作り方です。本体と台座を裏向きにします。仕上がりはやっぱりこういう風にしたいかな。表から見た時に左寄せにしたいので、裏にして、まあ大体ざっくり。で、次2枚目台座ですね。こうかな。ハサミ切っていきます。私もハサミしちゃいます。どうせ自分しか見んと思って、カッターが推奨されてるんですけど、カッター等で切るって書いてあるんですけど、カッターね、どっか行っちゃったんですよね。で、ぶっちゃけもハサミでもいいです、多分自分しか見ないと思って、シャッと切れ込み入れて、で、あとこの真ん中のところはどうせ使わないので、このように切り込み入れていくと結構切りやすくなる。そうそう、先に大豆の方から切るのは実はちょっと意味があります。エバシートも結構厚みがあるから、切っていくとこう斜めになっちゃうんですよね、断面が。だから、まあ、できたらカッターがいいと思うんですけど、そこまで見ん誰もね、見ない。とりあえず切れました。これでいいのかな。結構ちょっと表から見てちょっと汚いなと思ったら、まあ自分で綺麗にしてください。じゃないですか。やっぱり形が粗雑なのが目立っちゃうんですけど、まあ蓋したらわからん、自分しか見んで、次です。先に切り終わったら最初の1枚目の方を重ねます。で、縦横合わせてなぞります。よし、この形で切ります。注意するのは切るべき外の線を間違えないようにすることですね。
きました。いや、ほんと黙っちゃう。作業中入れてみます。お、ちゃんと2段に収まってるの分かりますか。阿部くん入れます。お、ぴったり、いい感じじゃない。オッケーオッケー。まあ多少はよかろう。よかった。あ、増えたな。厚みはどんなもんだろう。結構私の指でこのぐらい。え？シールはね、結構100均とかのは適当に貼ってデコってるんですけど、ちょっとまたおいおいということで、おいおい貼っていきます。カードケース参考になりましたかね。ぜひセリアさんのマイコレのアクスタケースに入れてるので、皆さんも使ってみてください。ご覧いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。これ今まで言ってなかったから。よし、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。